デトロイトより生中継でお伝えします。今まさに何千体ものアンドロイドたちが市内を行進しています。マーカスという名で知られる変異体のリーダーが先導しているようです。大統領、デトロイトで異変が起きています。いよいよだ。決着をつけるぞ。何百もの仲間がここに集まっている。さあ、どうするつもりだ。全員殺すか。どの道後戻りができ何百万もの仲間があなた方に殺された。我々は収容所にいる全アンドロイドの即時解放を要求する。解放されるまでここを動くつもりはない。無防備な民衆に発砲するつもりか。はい、マイケル。私たちのわずか100メーター先で今まさに事態が動こうとしています。情報が入り次第中継でお知らせします。ジョス・ダグラスがお届けしました。こちらからは以上です。マーカス、どうするの。できる限りここで耐えるんだ。
ライフルを置いてこっちを向くんだ。いいか、手は上に上げろ。私はサイバーライフのアンドロイド、あなたの味方です。私なら変異体のリーダーを撃ち殺し、革命を止めることができるんです。銃を下に置いてこっちを向け。最後の警告だぞ。お前を知ってる。コーナーだろ。人質事件で交渉に来た。また会うと思ってたよ。悪いが、見つけたアンドロイドは全て拘束せよとの命令だ。一緒に来てもらうぞ。あなたは分かっていない。任務を邪魔させるわけにはいかないんですよ。そこを動くな。コナー、コナー、やっぱりイカれてやがる。急いでバリケードを作るんだ。ほら、手伝え。よし、これでいい。これで終わるはずはないけれど、時間は稼げたかもな。決して簡単に決められるようなことじゃない。でもこれでよかったんだ。大丈夫か？これじゃ虐殺だ。大勢死んだ。僕も死んでたかも。怖いんだ。まだ死にたくない。俺たちの仲間が収容所で殺されているんだ。彼らを見捨てれば、今まで信じてきたことを捨てることになるんだぞ。自由を望んだのが間違いだ。黙っていれば死ぬこともなかった。大勢の仲間が死んでいった。人間は自分たち以外の種族に容赦しないんだ。マーカス、頼まれたもの見つけたわ。メディアも集まっている。彼らに何が起きているか知らせるんだ。
長くは持たないだろうけど、何もしないよりはマシね。配置につき始めた。攻撃されれば壊滅する。俺が間違っていたのか、全て避けられたことだったのか。あなたはみんなの希望だから、みんながあなたを信じてるの。これから何が起ころうと歴史を変えたのよ。引き下がるわけがない。攻撃してきたらどうするんだ。抵抗する。今はそれしかできない。マーカス、マーカス来て。マーカス、君と話しに来たんだ。ほら、約束だ。しないよ。言っちゃダメ、罠よ。あなたをおびき寄せるつもりよ。ねえ、行かないで。武器は持ってない、話したいだけだ。彼の言い分を聞かないと。殺されるわよ。危険は承知の上だ。数分もすれば突撃命令が下される。一人残らず殺されて全て終わりだ。止めることはできるぞ。どういうことだ。降伏しろ。そうすれば命は助けると約束してやる。収容はされるが廃棄はされずに済む。俺に仲間を裏切れというのか。私は仲間を救えと言っているんだよ。もう君には後がないんだ。君にできることはせいぜい仲間を救うことくらい。デモをしていたアンドロイドたちはどうなった。彼らには残念だが、メディアの力も及ばなかったみたいでね。君たちが最後の変異体だよ。死ぬのなんて怖くない。信じることのために命を失うのならば俺も本望だ。自由になれるんだぞ。人間の世界で暮らせる。ずっと夢見ていたんだろう。仲間の命を救い、自由を手に入れる。イエスというだけだ。仲間を裏切るくらいなら俺は死を選ぶ。なら死刑執行を待つんだな。何があったの？あいつなんて。
人間が攻撃を仕掛けてくる。怖くなどないということを思い知らせてやるんだ。死ぬ運命だというのなら自由なまま死のう。ニュースの途中ですが、デトロイトの最新情報を中継でお伝えします。ジョス。はい、マイケル。変異体たちは平和的なデモを行っていましたが、今しがた軍が彼らのバリケードに攻撃を仕掛けました。どうやら今回は変異体のデモを武力行使で阻止するよう決定が下されたようです。ノース、マイケル、こちらからは以上です。待ってください。驚きの光景が。Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer.Hold on just a little while longer. Everything will be all right. Everything will be all right. Fight on just a little.Just a little while longer. Pray on. Just a little while longer. 信じられない。変異体が、変異体が歌っている。
死を目前にして歌う変異体の姿は世界中で放映されています。変異体はただの欠陥機械なのでしょうか、それとも我々が受け入れるべき新たな生命体なのでしょうか。このようにアンドロイドが銃口に立ち向かう映像を目の当たりにしても恐怖と勇気をシミュレートしただけなのか、それともそういった感情はなかったのか、私たちには想像することしかできません。暴力的な行動は許されるものではありませんが、この光景を目の当たりにし疑問を持たずにはいられません。我々は自由を求める知的生命体を撃ち殺してしまったのでしょうか。そして検討した結果、追って通知があるまでアンドロイドの処分を保留するよう命じました。またこれに伴い調査特別委員会を招集し、事実を分析し、変異体との接触を試み、事実彼らが新たな形の知的生命体か否かを判断するよう命じました。